はい、皆さんこんにちは、せんちゃんです。ついにですね、私引っ越してません。実際に引っ越したのはこちらです、みーちゃんでした。みーちゃんがね、ついに引っ越しをしました。イエーイ。前回さ、引っ越したいって言ってたもんね。いや、毎回言ってたけど。ついにみーちゃんが引っ越しました。イエーイ。踊れる。でもみーちゃん念願のカウンターキッチンですよ。歩けちゃうキッチンで。めっちゃ喜んでるよ。そう、本当に嬉しいもん。すごい、流し大きい。ここに水切りスペースまである。そう、これは備え付けのね。備え付けなんだ、すごい。しかも IH じゃん。 IH だよ。揚げ物も温度自分でピッピッピでできるから。あ、そうなんだ。そう、引っ越しに伴いちょっといい感じ。すごいすごい、日立のいい感じじゃん、めちゃくちゃ。これ建材だ。袋入れなくてよくなっちゃったから、すっごいいらないんだけど。あ、じゃあくっついてるだけ。まあ、いつか何か役割を与えようかなとは思ってるよ。あ、待ってる。サバ？サバじゃないんだけど。鮭でしょ。鮭だった。今日はですね、海の日にちなんでオーシャンビーチケーキ作っていきたいと思います。料理番組。私の肩パッド感すごくない？本当だ。なんなのこれ。ほら、え、かわいい、なんか夏だね。バブリーです。いいじゃん、いいじゃん。作り始めていきまーす。はーい。最初ほら、あのビスケット地をさ、はい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 、作るタルトの、今日はこの型を使います。四角型です。バターを切ります。なんかやっぱ料理番組の料理番組アナウンサーだね、せんちゃんがね。すごい広いねー。ねえ、ほんとにこれを溶かしバターにしたいので。なるほど。じゃあ動かしますよ。はい。あ、音にして。いい音するやん。そう。本当だ。かわいい。かわいい。私も形だけ一応エプロンをつけておきました。やる気だけはあります。やる気が大事だからね。そうそう、やる気が大事、本当に。バターがやべえ。バターを袋に入れます。入れます。柔らかい。本当だ。でもこんな柔らかいんだ。うん。つって。うん。混ぜ混ぜ。混ぜしといて。混ぜて。これぐらいしかできないんで。やってるよ、アピール。やってます、やってます。やってますよ。量はそんな多くはない。ないよね。いや、でもみーちゃんがそんなすぐにね、引っ越すと思わなかったね。私もね、びっくり。思い立ったら行動してしまうんだよね。これ素晴らしいよ。私1年ぐらい言ってるもん、引っ越すって。こんな感じで私が敷き詰めました。やったやったね。そしてみーちゃんの方は同時進行でクリームチーズとヨーグルト。ヨーグルトですね。クリームチーズと同じ 200g です、うん、あ、等量ってことですね。量を入れていきます。もうこの時点でさ、結構美味しそうじゃない。いや、わかるわかる。お砂糖を、本当はね、これはグラニュー糖がいいらしいんですが、震えが何でも砂糖は一緒、うんそういう説があります。あ、出た、私がぶっ壊した鉄類。復活しました。復活した、よかった。頑張っております。せんちゃんはめちゃくちゃ頑張ってる。何を具体的に。具体的に。あ、レモン汁15ミリも入れる。あ、すごいでっかいレモンのやつ。目分量15ミリ大体合ってます。ふやかしたゼラチンをここでほいほいほい入れます。おお、みーちゃんが OL だっていうことを知らない人が多かった。言ってなかったからね。まあね。じゃあ何だと思ってたの。私何だったんだろう。何だと思われてたんだろう。やっぱみんな逆にみーちゃんが何の仕事をしてると思ってたかっていうのを知りたい。うん、知りたい、うん、さあどうなるか。さあさあさあ、行け行け。海底だから、うんうん、海底っぽくなってきた、うん、いいねいいね。一回冷蔵庫に入れます。あ、冷蔵庫がパンパン。あー、冷蔵庫がパンパン。唐突にグレープフルーツが出てきた。出てきた。日本とはなんかレシピだとパインゼリーを入れるんだけど、代わりにグレープフルーツ入れようかなと思って。あー、素敵、ね、今回フレンチネイルなんだ。かわいい。かわいいでしょ。私も今回夏だわ、夏ネイル。あー、かわいい。かわいいでしょ。これは別に赤だから横から見えなくてもいい、うん、あ、なんかあれに見える、うん、マグロ。マグロに見えてきたな。見えてきたでしょ。冷蔵庫に入れます。固まれ固まれ。サイダーを入れましたね。サ
何を作ってるんですか。これは海の水を作っております。海の水。こちらね、サイダーにゼラチンが入っております。ゼラチンサイダー。夏はサイダーだね。そういうこと。いいね、この青い着色料を。でもこれはあんまり濃くしちゃいけないから。そっかそっか、ここにちょっといいと。慎重にね。すごい綺麗。見て、夏です。めっちゃ夏。夏が来ました。夏が来た。軽量カップの中に。狭すぎる。めちゃめちゃ固まってるんですよ。すごい、カチコチやん。いい感じに傾けて。そう、この片側にね、ちょっと偏るように。そうそう、はい、持ってきます。おお、大成功じゃない、この感じは。うん、これは。ホワイトチョコで型に入れて白い貝殻を作るんだけど、貝殻の型なんてないから。うん、ほらね、貝殻の。あ、でもいいんじゃない。いいんじゃない、やっぱり。のど飴だから多分スースーすると思うんだけど。とりあえず見た目が良くなればいいから。うんうん、はい、固まりました。みーちゃんが固めといた。こんな感じでね、はい、色のついたゼリーを用意します。みーちゃんが作っておいてくれました。海底を表現する。海底を表現。本当はブルーベリージャムなんですけど、忘れちゃったので。ドライチェリーで代用いたします。こんな感じに。はい。おー、あ、おー、固まってる、固まってる。すごい。これちょっとね、深い青にしたくて、あの水色にちょっと紫を混ぜて深みのある色に仕上げております。バトンタッチです。せんちゃん頑張ります。意外と大丈夫だよね。そう、しっかりしてる。うん、難しいっすね、先輩。あ、難しいですよ。簡単そうに見えたんですけど、ちょっと違いましたね。よかった、一役買いました。できました。します。シェアします。わー、なんか宝石みたいだよ。寿司。このさじ加減が大切よ。うん、楽しんでますか。楽しい。楽しい。右の端が海底で、こっちがだんだん砂浜になってくるイメージ。そうだね、そうだね。何この泡は。泡取れるのかな。ね、泡どうなるんだろう。おお、海じゃん、海じゃん。これ食べるのもったいないね。ね、こんな感じです。みーちゃんの作品です。作品。おどうだ。すごいよ、斜めになってるのが見えるからさ、こっち側で。より海感が出てる。斜め打ち際感、うん、すごいね。サラサラすぎ。粘土質。ああ、結構サラサラだね。ちょっとかけてみる。プロテインが追加されたことによって筋肉のためにもなる。砂感ある、すごく。あ、でも綺麗なんじゃない。うん、なんかそんな気がしてきたんだよ。綺麗綺麗。意外にも砂浜がね、プロテインハマってる。この幻想的な世界の中に、なんか急に動物の森になるんだけど、急に。動物の森やないか。車庫外。めちゃめちゃ動物の森になったんだけど。動物の森風ということで。なんか右端に乗ってるなって感じ。何かが乗って。よし、固めます。これで固まらせます。はい、オーシャンビーチケーキが完成しました。すごいね、この青。これ横から見た時にね、このなんか海のね、砂浜の感じが出てます。いやね、海底からこう砂浜に、そしてでっかい貝が落ちてるという、これ。うわー、すごい。海だ。海だね、すごいね。美しいな、本当に。美しすぎて食べづらいですよ、これ。え、どうしよう、なんか止まっちゃった。どうしようかな。すごい綺麗。うわー、綺麗。切りたくなくなっちゃうよね。切りたくないね、もったいないね。すごい。何かあります？うん、なんか。おー、でもなんか綺麗にいけちゃいそうじゃない。すごい、ありがとう、ありがとう。綺麗じゃない、なんか。すごいね。めっちゃ綺麗なんだけど。おお、すごいね。綺麗じゃない。すごいね、いいね、いいね。綺麗。あ、サイダーだ。サイダー？うん、レモンサイダー。さっぱりしてる、めっちゃ。夏だね。普通のレアチーズよりも弾力があるね。ゼラチンは感じる。うん、これ美味しいわ。たまに来るドライチェリーの甘さがすごいいい感じ。うん、サイダーのゼリーってこんな感じなんだね。ね、面白いね。あ、でもやっぱヨーグルトも感じるな。あー、そっか、ヨーグルト入ってんのか。うん、少しプロテインがかかってる。グレープフルーツいいね。うん、確かにパインでも美味しいだろうけど、うん、夏
が感じられたわ、これを。夏が来た。夏を感じれることがなさすぎてさ、そうだよ、春も感じないまま過ぎてったしさ、結局、うん、何も感じてないわけ最近ね、うん、本当にね、キッチンにだけでも夏を起こさせるというね。そうそうそう、外に出ずともこう夏を感じる。そう、見栄えだけじゃなくてちゃんと美味しいってのがポイント。うん、うん、考えた人すごいよね。うん、はい、ということで今回はオーシャンビーチケーキを作ってみました。はーい、夏だ夏だ。夏だぜ。まあね、少しでもこうお家の中で夏を感じたい人におすすめのケーキでございます。はい、あとインスタ映えもする。映える。インスタグラムはぜひ。かな。ということで今回はみーちゃんのニューハウスから。ニューハウス。はい、お届けいたしました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。では、せんちゃんとみーちゃんでした。バイバイ。